文徳川家光の長女で、終わり藩主、徳川光友の五連中。母は、即室の自称員。名は、千代姫。徳川家綱、徳川綱重徳川綱吉のイボ姉である。寛永14年ウルー3月5日に誕生、同年7月16日に宮参りを行い、展開により、千代姫君と命名された。寛永15年2月20日に、 徳川光友と縁組し、翌寛永16年9月21日に婚姻した。慶安5年に、長男、綱成、女王3年に、長女、豊姫、明暦2年に、次男、義行、万次元年に、次女自家姫を生んだ。即室諸生の松平義政、松平友女は、千代姫の養子分となっている。 元禄11年12月10日に62歳で死去し、増上寺に葬られた。開名は、両善院長誉まれ事項、正月大師。平成8年に、徳川美術館所蔵の千代姫所用の婚礼長度が、国宝に指定された。千代姫には3人の異母帝がいた。家光の血筋で現在にまで伝わるのは、女系の千代姫の血筋のみである。 第126代天皇徳人や多くの大名家や、久家、旧皇族などにもつながる。家綱は、死去時に実施がなく、綱しの系統は、孫の代で断絶。綱吉には、鶴姫と徳川徳松の一男一女がいたが、二人とも、創生したため、家光の男系子孫は現存しない。1600年の関ヶ原の戦いは、 東軍総大将の徳川家康と西軍の中心となった石田三成が覇権を争ったことで知られるが、千代姫にとって家康は祖,祖父に、三成は高祖父に当たる。ありがとうございます。